日本関東地方神奈川県横浜市旭区城。河合町上河合町は横浜市旭区の町名。定番を持たない単独町名である。住居表示未実施。古くは都築郡城河合村であった。地名の河合は川の合流地点の意味があり、新編武蔵風土気候に河合村の地名が見られる。1889年4月1日に今塾。 下、河合、河合、城白根、下、城白根、今宿の各村と合併、津岡村となる。1939年4月1日に、横浜市に編入、ほどが役場かわ町となり、1969年10月1日に、行政区再編により、旭区に編入される。1979年2月25日、上河合町北部の緑区に近い一帯を分割。 若葉台一から四丁目を新設。1980年3月31日には、上川井町、西区西屋町、緑区長津田町の各一部から、西役を下ろし、本町を新設した。旭区の北部、片平川の源流域に位置し、川の両岸には、丘陵地が広がる渓谷の様相を見せる。町の西側は、西区、北側は、緑区に接する。 地境を接していないが、北側は、町田市に200メートルまで迫る。町内を、ほどがやバイパスと、国道16号が通り、上川インターチェンジで交差する。上川インター近くには、市立横浜三育小学校、16号の北には、横浜市立上川井小学校があり、南部には、下川井町、優し町とまたがるほどが谷カントリークラブがある。 横浜若葉台団地に隣接した老人ホーム近くでは1993年に温泉の掘削に成功。2000年からは社会福祉法人により横浜温泉チャレンジャーとして営業している。町内にある相模川水系の水道用水専用橋大抜き跡水路橋は神奈川の橋百選に選定されている。 町の面積は3.603平方キロメートルで、旭区で最も広い町である。町内には1776世帯3864人が暮らす。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、上川町町ざ細谷2696万19の地点で15万4千円平方メートルとなっている。 2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は、 以下の通りである。ありがとうございます。